これからね、出かけて夕食を食べる。今日はね、昼間食べ放題だったんだけど、あんまり入んないんだけどね。もう岡山に食事する機会も減ってくるので、思い出の食事どころ、はま寿司にこれから向かおうと思います。株主体験。回転寿司ってはま寿司はナンバーワンだよね。はい、ではね、はま寿司はね、ちょっと、ちょうどね、倉敷との市境とかなんだよね、岩瀬っていうところになります。ではね、自転車じゃいけないんで、V100 で行きます。はい、はま寿司。はま寿司に来ました。はま寿司。めちゃくちゃ混んでるよ。じゃあとりあえずチケット取ってみよう。だって90円だもんね。一番安いよ。1時間待ちました。順番来たんだけどね、なかなか呼ばれない。で、これを46番席ご来店です。え、呼ばれない。順番にお呼びください。どうぞお待ちください。何も出てこない。こちらです。まで1時間5分長ね。で、注文しましょう。で、ね、無料券がいっぱいあって、季節のラーメン、まず季節のラーメン、どれだ、季節のラーメン、どれだ、わからん。サイド、あ、汁物、これかな。季節のラーメン、え、季節のラーメンってどういうんだろう。こっちか。何でもいいのかな、これは。418円。ああ、これなんだろうな。横浜家系ニンニクのせ、久々の。これなんだろうな。注文。それからデザート、反応が非常に悪い。デザート、これだ、ガトーショコラ。あ、いや、ちょっと待って、お好きなやつでしょ。220円のやつが、あー、これ食いたいけどちょっと違うな。これにしよう。で、せっかくだから握り物、握りで卵、え、マグロ、エビ、白身、ほか、これかな、これだ。注文。さあ、注文しまくりました。まずお茶はね、これなんだろう、開ける、ちょっと濃いめが好きだ。たっぷり、あ、来る来る来る、あ、来た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 。これなんだろう、ラーメンで、お茶、はい、お茶です。で、いきなりラーメンが来た。あ、いや、こんな風になってるね、ラーメン。まあ、家系ラーメンだそうです。駅まで来ちゃいました。あー、これうまそう。いただきます。
はい、では食べてみます、ね、ニンニクが乗ってる、ニンニクが、ニンニクこってりで、あ、横浜家系だこれ、うん、豚骨醤油でうまい、美味しいです。高速で出てくるね、あの卵出てきました、ね、本当一番最初に食べれば、あ、一番もう食べちゃうこれ、卵一個ね、ほらちょっとね乾燥気味かな、あのまあいいや、スタミナ太郎の寿司に慣れちゃってるみたいなんですけど、やっぱり回転寿司といっても本当の寿司屋さんで食べるのが美味しいですね。デザートプレート、うまい、めっちゃ混んでました、もうすっかり日が落ちてる、さあ帰ろう。これアルバイトの自転車なんだろうな。またな、電車、バス、どうする、バス。バス料金出してもらってるのにな。よくわからない。バイクの、スマホマウントね、つけてみたら結構しっかりしてますね。全然動かない。回転もしないよ。ね、バッチリね、ナビゲーション案内してくれました。聞きながら来て帰ってこれた。はい、ただね、欠点がね、ハイビームがね、押しづらい。
これなんかちょっと改造し、あの改良しましょう、ね、そうするときっとパーフェクトになるでしょう。スマホマウント、じゃあそれで時間がね7時42分ぐらい、うん、でダイヤの指輪買っちゃいましたよ。どうですか、いいでしょう、7色に輝く。